いかがですか？美味しいです。ありがとうございます。これのブドウの品種は何ですか？こちらはモンテスキューですね。ああ、モンテスキューね。どこから飲んだことがある感じしたんだ。イタリアの北の果てにあるガリレオという村でしか取れないブドウでして、当店のみが仕入れてございます。ガリレオ。へえ。でも美味しいわこれ。お料理は何と合わせたらいいんですか？そうですね。ヒラメのムッカチェスカをサンタルチアしたものにバッキンガムを添えたものなんてどうでしょう。このワインの酸味との相性が大変よろしいかと。じゃあそれいただきます。メニューになります。それメニューでございます。そういうの嬉しい。じゃあそれいただきます。承知いたしました。苦手なものはございません。私は特に。ああ、トリュフが少しなら好きなんですけど、多いのはちょっと苦手なんだ。かしこまりました。少々お待ちください。楽しみだね。ね。ごめん。待たせ。長くない？めっちゃ待ったんだけど。トイレ借りただけでしょ。いや、それがさ、トイレから出てきたら、俺を店員だと思った客がさ、ワインついてくれとか言うから、なんかよくわかんねえけど適当にやったら、なんかそいつ信じちゃってやんの。そんなことしてたの？私を死ぬほど待たせて。でさ、このワインには何が合いますかとか聞いてきたから、やけくそで料理の名前超適当に言ったらさ、また信じちゃってやんの。あいつら何なんだろうな。知らんわ。私超寒かったんだよ。ごめん。なんかあいつら全部信じちゃうから、こっちも盛り上がっちゃってさ、本当はごめん。っていうかコーヒー買ってきた？買ってきてないね。ああ、じゃねえよ。っていうか私もトイレ行きたくなってきた。あ、そしたらコーヒーお願い。じゃあ、あの銅像と同じポーズして待ってて。そしたら買ってきた。やだよ。じゃあ別れます。さようなら。今までありがとう。楽しかった。はい、やります。すいませんでした。今実はこいつやつ絶対嘘じゃん。ずっと寝てたでしょ。もう本当に今だけ一瞬だけ、もうずっとこうやって目をキリッとして一瞬だけこうなったが、でもずっとあそこから見てたけどずっと寝てた。いや、もうずっとこうやって。てか、なんで服着てんの？